電子レンジなどもありますよね。ここには椅子もあります。1月1日のあの時まで暮らしていた証です。でもその生活が一瞬にして奪われてしまったんだっていうのをこの空間に来て感じますね。8歳から1ヶ月余りが経った能登半島地震。石川県輪島市では震度7を観測しました。木が裂けてますね。完全に木が裂けてます。釘は打ってあるんですけども、釘だけでは建物を支えることがやっぱりできないんだっていうことですね。観光地だった朝市通りでは地震の後火災が発生、200棟以上が全焼しました。まだね、少しこうすすの匂いっていうか焦げた匂いが風に乗ってやってくる時がありますから、もう1ヶ月以上経過してるのにね、向こうの方まで火災現場は広がってます。地震の前はいつも人でにぎわう商店街でした。どうもこんにちは。すいません、名古屋の CBC テレビなんですけども、その焼け跡を訪れていた人が、こちらにお宅があったんですか？ここ私のお店がありました。あ、そうなんですか。何屋さんだったんですか？海鮮丼のお店。ここで飲食店を営んでいた親子。これが入り口で、はい、ここをか借りてた店舗で、はい、本当にちっちゃいお店で、小さいスペースだけどとっても詰まったものがあって、近くの港で毎日水揚げされる新鮮な海の幸を使った海鮮丼が絶品で、名古屋からも多くの人が訪れる人気の店でした。しかし地震と火災で立っているのは焼け残ったドアの枠だけです。あ、そう、店に1個だけ残っとったものがあった。え、何ですか？それ見せますか？はい。え、焼けずに残ってたってことですか？うん。湯飲み茶碗？そう、これ1個だけ。はー、これ1個だけ無事にあった。お客さん用の湯飲みが一つだけ割れずに残っていたのです。ずっと飾っとく。あ、これを、うん、ここにあったっていう、そのここで店で使っとったっていうのは、これがあるたびに忘れんやろし、これ証ですもんね。証、本当に証。涙出てる。必ずお店を立て直すと決意を新たにする坂口さん。また一からですよ。一どころかマイナスやけど、やっぱり母親の生きがいやったから、はい、生活するとかそういうことじゃなくて、はい、本当にお店をやってるのが生き生きとしてやってたもんですから、うん、ちょっとまたやらせてあげたいなって。大変ですけど、ね、ピンチはチャンスや。やるしかない。止まっとってもダメやし、うん、元には戻らんけど、はい、ね、また新たに動くことはできる。必ず来ます、僕。必ずやります。崩れとる。建物やインフラの耐震化、物資の備蓄など、来る南海トラフ地震への備えを改めて考えさせる今回の災害。各地で医療サービスがストップする事態も起きましたが、事前の備えで元通り機能できた病院が。
七尾市の慶寿総合病院。ここは全然その棚のもの一つ落ちなかったんですよ、はい、何も落ちなかった、はい、ただゆらゆら揺れてただけだった。七尾市は震度6強に見舞われ建物1万2000棟余りが全半壊。今も広範囲で断水が続いています。しかしここではこれ手術室の中ですけども、はい、4室ありますけれども発災当初から手術は可能でしたし、はい、もう今七尾市まだ断水中ですけれども、はい、普通に手洗い用の水が出ています。地震当日から水や電気も使えたため、はい、手術や出産もできる体制で住民の避難場所にもなりました。なぜそうできたのか、その秘密は病院本館の地下に。わー、狭いですね。気をつけてくださいね。狭い入り口からその場所へ初めてテレビカメラが入ります。ここにはしごがあります。はい、地震防災と耐震工学の専門家、名古屋大学の福和信夫名誉教授にも同行していただきました。ここに免震構造の秘密があるわけですか。はい。どれですかね。その黒いのですね。あ、はい、これですね。それが積層ゴムっていうものなんです。はい、はい、ゴムですね。柱の下ごとにこのゴムを置いて、はい、でこれ柔らかいので、はい、地面だけが揺れて建物が揺れないというようにできています。建物を支えているのはゴムと金属を交互に重ね合わせた積層ゴム。これはその実験映像。左右に大きくねじろ揺れを吸収します。これが9メートル間隔に全部で49箇所設置されていて地震に耐えることができたのです。どう揺れたかを記録する金属板にはくっきりと揺れの方向や長さが刻まれていました。傷がついてますね。引っ掛け傷みたいなのありますね。この引っ掛け傷がその時にどのように揺れたかを示しているんです。これここまで行ってますね。はいはい、これだけ移動したってことですか。そうですね。ですからこっちにはこれ20センチぐらい、はい、向こう側に動いてますね。耐震構造っていうのは、残念ながら揺れるんです。特に、医療っていうのは地震直後から医療を継続するってことがすごく大事なので手術中でもちゃんと手術が揺れ続けられるようなそういう揺れない建物にすることすごく大事なんですね。慶寿総合病院では2011年の東日本大震災の後本館を免震構造で建て替えることを決定。井戸水のろ過装置や電気も非常時用の自家発電や電力会社2系統から引くなど震災対策をしました。それで1月4日には通常の外来診療も開始、6日には人工透析も再開できたのです。ただ地震で激甚災害の後の被害に関してはいろいろ国からの補助がある。ところが災害の前にこれやるとこれ補助もらえないんだよね。それはこれからこれから、ね、これからですよね。国の方向性を変えてもらわないといけないので、そうですよね。はい、こういう大切な病院に関しては起きた後お金を出すんじゃなくて、うん、起きる前に免震化をするための補助制度ができるといいかなと思いますね。はい、思います。来たるその時に向けどう備えるのか、その在り方を見直す必要に迫られています。